ビジネスの場でファンを作ろうと考える人がもっと増えれば、その職場や交渉の場での人間関係や仕事の結果はガラリと変わる。僕の人生もそんなファンのおかげで変わったのだから。ガクトは常に自分がやると言ったことをやる。そんな彼らにとっても、私もできるかもと思わせる。生み出した曲を聴いてそうなってくれてもいいし、僕が発言した言葉でもいい。僕を信じてもらうために、その結果を出すために努力し続ける。言葉で道を示し、その一番前をガクトが歩く。ガクトはファンのメンターであるべきなのと同時に、ガクトは二歩先を歩く僕自身のメンターでもある。もし何かを諦めてしまいそうなお前のファンがいるなら、その子の代わりにまずはお前がやってみせろ。